ポティート・スタラーチェは、イタリア・カンパニア州、アベリリーの県チェルビナーラ出身の男子プロテニス選手。ATP ランキング自己最高位は、シングルス27位、ダブルス40位。ATP ツアーで、ダブルス6勝を挙げているが、シングルスは、優勝がない。身長188センチメートル、体重84キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。 韓服経営13度のツアー決勝進出のうち、ハードサーフェスのダブルス2回を除く11回が、クレーコートで、クレーコートを得意とする選手である。イタリア政府で働く父と、教師の母との間に3人兄弟の長男として、生まれたスタラーチェは8歳の頃からテニスを始める。この頃から、現在のコーチである、ウンベルトリアナに支持し、同じく、リアナをコーチとしていた。 ダニエレ・ブラッチャーリと共に彼の下で本格的にテニスを学ぶ。スタラーチェはジュニア時代から ITF ジュニアサーキットにはほとんど出場せず、早くからシニアレベルの ITF 男子サーキットを転戦していた。2001年にプロ転校。プロ転校後数年はカブツアーを転戦していたスタラーチェであったが、2004年に最初の転機が訪れる。 6月の全仏オープンで初めて、グランドスラム大会へ出場を果たすと、2回戦で当時、世界ランク10位のセバスチャン・グロジャンを7から6、6から3、6から4のストレートで下す番狂わせを起こす、活躍で3回戦に進出。3回戦では、マラトサフィンに7から6、4から6、6から3、5から7、5から7のフルセットの激戦の末、惜敗した。 さらに7月のスイスオープングシュタードでも予選を勝ち上がり1回戦で第7シードのダビド・サンチェスを準々決勝で第4シードのイジー・ノバクをそれぞれ下す活躍で第1シード当時世界ランク1位のロジャー・フェデラーとの準決勝まで進出これらの活躍により翌週のデビスカップ2004ブルガリア代表戦でデビスカップイタリア代表に初選出される また、ツアー下部のチャレンジャー大会でも3大会で優勝する、好成績を残し、シングルス年度末ランクを76位で終了。自身初の年間トップ100フィニッシュを果たし、以降ツアーレベルに定着するようになる。この年は5月のローママスターズで予選を勝ち上がり、1回戦で、当時世界ランク8位のカルロスモヤを6から4。 7から6のストレートで下しアルベルト・マルティンとの2回戦まで進出するとノーシードで出場した8月のオレンジプロコムオープンでも2回戦で第4シードのカルロスモヤを3回戦で第6シードのホセアカスソを破りガエル・モンフィストの準決勝まで進出この年は他にも1月のハイネケンオープンと7月のスイスオープングシュタードでもそれぞれノーシードから シングルスベスト8に進出する好成績を残した。この年は、特にダブルスで好成績を上げ、フィリッポ・ボランドリーと組んで、ノーシードで出場した2月のアビエルとメキシコテルセルで、勝ち上がり、決勝に進出。決勝では、第1シードのフランティシェク・チェルマク、レオシュ・フリードル組に5から7、2から6のストレートで敗れ準優勝となったが、 自身初のツアー決勝進出を果たす。さらにアルベルト・マルティンと組んで、ノーシードで出場した6月の、全仏オープン男子ンダブルスでも、2回戦で、第8シードのシーモン・アスペリン、トッドペリ組を6から4、6から4のストレートで破る活躍で、第2シードのヨナス・ビョルクマン、マックス・ミル・ヌイ組との準々決勝まで進出した。 一方シングルスでは前年ほどの高成績は上げられなかったが2月のアルゼンチンオープン5月のヒポグループテニス国際10月のサンクトペテルブルクオープンでそれぞれベスト8に進出これらの活躍により年度末ランクでは単ともにトップ100フィニッシュを果たしたこの年はノーシードで出場した4月のバレンシアオープンで 自身初のツアーシングルス決勝進出を果たし、準優勝すると、7月のオーストリアオープンでも、決勝に進出し準優勝。他にもツアーでゴ度ベスト8に進出し、ツアー株のチャレンジャー大会でも2優勝を挙げる、活躍で、10月15日付の ATP ランキングで、自己最高位の27位を記録。年度末ランクでも31位で終了し、初めて、 イタリア人選手のトップに立つと、スタラーチェのシングルスキャリアにおいて最高の年となった。一方ダブルスでは、マルティン・バサージョ・アルグエージョと組んで出場した2月のアビエルとメキシコテルセルで2年連続の決勝進出を果たすと、決勝では第1シードのルーカス・ドローヒー、パベル・ビズネル組を6から0、6から2のストレートで破り、ツアー初優勝を果たす。 さらにルイス・オルナと組んで出場した7月のオーストリアオープンでも準決勝で第1シードのシーモン・アスペリン、ユリアン・ノール組を破り決勝に進出。決勝ではトーマス・ベーレンとクリストファーカス組を7から6、7から6のストレートで下しダブルス2勝目を挙げた。この年は口述する突爆スキャンダルにより シーズン開始から6週間の出場停止の罰則を受けたため、全豪オープニへの参加が不可能になると、思わぬ出遅れに見舞われる事態となった。シングルスではツアーで4度のベスト8進出があった。ものの、前年ほどの好成績は残せず、年度末ランクも72位で終えるなど大きく加工した。一方ダブルスでは、セルジー・スタホフ,フスキーと組んで出場した10月の、 クレムリンカップで勝ち上がり優勝。他にも2月のアビエルとメキシコテルセルでも準決勝に進出するなど前年に引き続き好成績を収めた。この年のシングルスは5月の BMW オープンでのベスト8進出の他は前年以上にツアーで好成績が残せず5月には一時トップ100から転落する不振にあったが その後出場したチャレンジャー大会で1優勝3、準優勝の好成績を上げ、年度末ランクでは62位まで戻して、トップ100に踏みとどまった。ダブルスも前年ほどの活躍はなかったが、アグスティン・カレリと組んで出場した2月のアルゼンチンオープンで準決勝進出が一度あった。シングルスでは、クロアチアオープンで、ツアーシングルス3度目となる決勝に進出したが、 フワンカルロスフェレーロに46、46で敗れた。ダブルスでは、2月のチリオープンとアビエルと、メキシコテルセルで準優勝、10月のサンクトペテルブルクオープンでダニエレ・ブラッチャーリと組み、ロハン・ボパンナ、アイサムイコールール・ハク・クレシグミを76、76で破り、ダブルス4勝目を挙げた。4月のハサン2世グランプリで、ツアーシングルス4度目となる決勝に進出したが、 パブロワン・ドハルに16、26で敗れた。ダブルスでは、ダニエレ・ブラッチャーリと組み、全仏オープンで5年ぶりのベスト8に進出。9月の BRD マスター・ゼティリアクトロフィーでは、決勝で、ユリアン・ノール、ダビド・マレーロ組を・グミを36、64、18で破り、ダブルスツアー5勝目を挙げた。1月の全豪オープンでは1回戦で、伊藤龍馬に3から6、6から4、 3から6、4から6で敗れた。全仏オープンではシングルスでは1回戦で、第1シードのノバク・ジョコビッチに6から7、3から6、1から6で敗れたが、ダニエレ・ブラッチャーリと組んだダブルスでは、ベスト4に進出している。2007年12月、スタラーチェとダニエレ・ブラッチャーリの2名のイタリア人選手が、ATP が禁止している。 テニスック行為を行ったとして、処分を受けた。二人の所属する、イタリアテニス協会の発表によると、スタラーチェは2年前の2005年に5回にわたって、計90ユーロ、ブラッチャーリは一口5ユーロの賭けに50回、参加したとの罪状で、スタラーチェには3万ドルの罰金と、翌2008年シーズン開始から6週間の出場停止、ブラッチャーリには2万ドルの罰金と、 翌シーズン開始から3ヶ月の出場停止が下された。ブラッチャーリは賭けを行ったこと自体は否定しなかったが、僕らはチャンピオンではないし、上層部にはそれほど重要ではないのさ。でも、我々イタリア人だけが賭けに関わった選手ではないと思っているよ。ATP のテニストバクは必要ではないという規定には、様々な解釈の仕方がある。それに、 もし僕がもっと卑怯なことをしようと思ったら自分の名前には書けないよ。と自分たちは身代わりにされたのだとコメントした。イタリアでは前月の11月にもアレッシオ・ディマウロが同様の賭博行為で9ヶ月間の出場停止処分を受けており、イタリアのトップ選手が相次いで処分される事態となったが、こうした事態に対しイタリア協会側はディマウロの件もそうだが、 二人に対する処分が重すぎる。二人が自分たちの試合にかけていないことは明らかだとの声明を発表し、三人が身代わりにされたとして、処分に異議を唱えるなど波紋を広げた。その後、スタラーチェは処分後もシングルストップ100に止まるなど、キャリアに大きな影響はなかったが、ブラッチャーリは、その後ダブルスに注力、一番処分の重かったディマウロは、完全に、 ツアーレベルから陥落するなど、選手のキャリアにも影響を与える事件となった。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス。 Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス。G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ブルーチームアッカデミア。ブルーチームテニスアカデミー。2010年9月7日、閲覧。訂正、テニスイコールイタリアの2選手。 賭博行為で処分。ロイター。2010年9月7日閲覧。男子テニス ATP が、賭博関与で新たに2選手を処分。tens365.net i。2010年9月7日閲覧。プレイヤーズベット、オンテニス、バットノットゼアオンマッチズ。ESPN。2010年9月7日閲覧。ありがとうございます。